10分ぐらいで大体わかるマイナー兵器解説始まるよ。今回は戦後日本初の国産戦車61式戦車を解説していくよ。え、日本国内だとマイナーじゃないって？海外だとマイナーだから問題ないよね。どうせなら姿勢1号戦車をやればいいのに。あれは資料をどうやって探せばいいかわからないし、 YouTube の方ですでに解説動画上がってるんですよ。さて、時は1950年代前半、自衛隊は戦車戦略に不満を持っていたよ。当時の陸自主力戦車は M24 チャッフィーとシャーマン最終生産型の M4EGE と、このうち M24 は T-34-85 に対抗できないことが朝鮮戦争で証明済み。しかも両方とも第二次世界大戦や朝鮮戦争で使われた中古品で、部品不足も合わさって故障が頻発していたよ。それに M48 やセンチュリオンマーク5と比べると旧式化は明らかだったよ。そのため M47 か M48 の導入を検討したけど、当時アメリカは西ドイツ軍への戦車供与を優先していたため頓挫することになったんだ。だけど国家試験の回復で国産兵器の開発が認められたこと、アメリカから開発費用を援助してもらえることから、1955年より国産戦車開発が始まるよ。しかし要求仕様の策定は大迷走したんだ。中でも陸上幕僚幹部からは20トンで76ミリ砲搭載という M24 と全く変わらないような仕様すら出されたよ。これは無反動砲やバズーカといった歩兵形態式の対戦車火器が発達したことで、装甲無用論が陸自内で支持を集めていたこと、当時の国内インフラが貧弱だったことから小型軽量化が強く求められたためだよ。1955年末に三菱重工技術研究所富士学校の意見をまとめた結果、画面に出ている仕様でまとまるよ。この仕様に従って STA-1 および STA-2 という2つの試作車が製作されるけど、試作車の完成直前にハンガリー動案を通じて T-54 の詳細な性能が判明するんだ。というのも、ブダペストのイギリス大使館の敷地に突っ込んで放棄された T-54 を駐在武官が詳細に調査したからだよ。外交官特権の使い方がバグ技みたいだね。この調査結果から 90mm 砲では威力不足と判断されたけど、技術的問題と予算の問題から当初の仕様のまま開発は継続されるよ。ちなみにこの時判明した T-54 の走行データがロイヤルオードナンス L7 の開発につながるよ。さて、試作車のうち STA-1 は車高が低すぎて作業しづらく、車体長が長すぎて旋回性能が低いため STA-2 をベースに開発継続が決定。 STA-2 の発展型である STA-3 STF を経て1961年に61式戦車として正式採用。翌年より量産が始まるよ。ちなみに1959年から M60、1961年には T62 の量産が始まっているよ。さて、ここからはそんな61式戦車の性能を見ていこうか。61式戦車は全長 8.19m、 車体長 6.30m、 全幅 2.95m、 全高 2.49m、 全備重量 35 トンとかなり小さくまとまっていることがわかるね。特に車体幅は鉄道輸送を考慮して車両限界である 3m 以内にしているよ。これは M24 の車体幅よりも狭いよ。主砲は61式52口径 90mm ライフル砲を採用し、車内弾薬数は50発、車長ケントラには車内操作が可能な M20 機関銃、同軸機種に M1919 7.62mm 機関銃を装備するよ。主砲はアメリカの 90mm 戦車砲 M3 をもとに日本が独自改良を施し国産化したもので、性能は M3 より若干上がっているけどそこまで大きく変わってないよ。弾薬は独自開発せず、米軍規格の弾薬を国内でライセンス生産したものを使用。 M318A1 鉄鋼弾を使用した場合、 1000m から 189mm の均質圧延装甲板を貫通可能で、これは T54、55の 100mm ライフル砲とほぼ同じ性能だよ。また M431 ヒート弾を使用した場合、有効射程 2500m で 350mm の均質圧延装甲を貫徹可能なので T54、55に対抗可能と考えられていたんだ。 FCS は61式射場 1m 側縁機を装備。これは光学式ステレオ測距儀で、目標にピントを合わせれば目標までの距離が正確にわかるんだ。この測距儀のおかげで 2000m からの遠距離砲戦が可能だよ。 T54、55は T34 のものを発展させたスタジアメトリック式照準器を使っていたから大きなアドバンテージと言えるね。ただし暗視装置は標準装備していないよ。同時期の M60 はアクティブ式赤外線暗視装置を装備していたから技術的に遅れていたことがわかるね。この問題は陸自内でも深刻に捉えられていたらしく、
後に63式操縦用暗視装置1型や69式照準暗視装置が開発されたよ。もっとも69式が開発される頃には74式戦車の開発が進んでいたこともあり、69式を装備する車両は野戦中隊といった一部部隊に限られたんだけどね。また面白い装備に STS-3 に搭載された電動式半自動装填装置があるよ。装填するときは弾薬庫内のベルトコンベアが動いて離線位置まで弾を持っていき、レバーで砲弾を押し出した後に手動で装填するものだったよ。だけど最後は手動なので装填士の負担が減らないし、砲塔張り出し部に無線機を受けないから実用性なしと判断されて61式戦車での採用は見送られるよ。装甲は車体前面は55度傾斜させた 50mm、 砲塔前面は 110mm の均質圧延装甲だよ。正直言ってかなり薄いよ。それに後述する変速機の問題で車体前面にトランスミッションのメンテナンスハッチという弱点まで持っているよ。防御面はかなりダメだけど、それに加えて実車による防弾実験を十分に行えなかったせいで、車内に搭載された機械類が被弾の衝撃に耐えられる保証すらなかったよ。幸い砲の行深くはマイナス10度から足す13度までと大きいので、ハルダーンかダックインすることで車体を隠して防御力不足を補う運用が行われていたよ。それに開発当時の仮想敵は T-34 だったから T-54、55と比較するのはやや酷な話かもね。機動力については最高速度は 45km/h と少々遅めだよ。だけど車重に比べてエンジン馬力とトルクに恵まれていたおかげで加速力は良かったよ。エンジンは空冷520馬力ディーゼルエンジン、変速機は6速マニュアルトランスミッションを採用。ディーゼルエンジンを使うのは旧軍からの伝統だね。だけど航続距離は 200km と控えめだよ。さて61式最大の特徴にして問題点なのはこのエンジン部分だよ。なぜせ車は場を制限しすぎたせいかパワーカックの開発に失敗、そのせいで後方にエンジン、前方にトランスミッションを置く昔ながらの RF 式を採用してるよ。さらに三菱車内の経験知識不足でトルクコンバーターの開発に失敗、そのため4式中戦車由来の機械式走行機を採用するけど車内容量の都合かサーボ機構がなし、おまけに機構も複雑化したくせにノンシンクロギアというクソ仕様だよ。簡単に言えば常時タコメーターとにらめっこしながら自分の筋肉だけでシフトチェンジする仕様だよ。結果どうなったかというと、クラッチレバーが激烈に重いし、ギアがかすれてガリガリなるし、シフトチェンジに失敗するとクソ重いクラッチレバーが引き戻されるから、手首に当たれば骨にひびが入るし、指に当たれば骨折する自動労災マシーンと化したよ。しかもトランスミッション内のエンジンオイル温度が70、110度に達するから、その隣にある操縦士席は常にサウナ状態。操縦士はよく熱中症になったよ。さてそんな61式戦車だけど、中古品の M4 や M24 よりははるかに高性能なので、73年の生産終了までに560両が量産され、各戦車隊に配備されていったよ。また同時期に M41 も並行して配備されていくけど、こちらは次第に74式戦車へと更新されていったよ。1984年には M41 が退役したことで、日本の戦車隊は61式と74式戦車で統一されたよ。その後、90式戦車の正式化と列戦集結による戦車定数の削減により、61式の退役は急速に進み、2000年には全車両が退役したよ。最後に派生型を見ていこうか。61式戦車の派生型で実現化したのは、67式戦車強と70式戦車回収車の2種類のみだよ。前車は40トンまで耐えられる橋を架橋可能、後車は35トンの車両を牽引可能だよ。だけど61式戦車の量産が優先されて6に生産が進まない中、オイルショックと74式戦車の採用が決め手になって、両方とも試作車合わせて5両ずつしか作られなかったよ。生産された車両は日本全国をたらい回しにされ、67式戦車強に至っては1993年まで現役だったよ。最後にまとめと61式戦車の功績について話そうか。61式戦車は正直言って誕生した時点で旧式の戦車だったよ。特に変速機が抱えている欠陥は深刻と言わざるを得ないね。だけど敗戦国かつ欧米基準では先進国ですらなかった当時の日本の国力を考えるとかなり頑張った方だと言えるね。それに61式戦車の開発で得られた経験と反省点は74式戦車で生かされたから無駄とは言えないね。何より戦後の早い段階で戦車を独自開発する方針に決まったのは英断だと思うよ。多国製戦車をライセンス生産しても得られる技術ノウハウは限られるし、その状態で国産戦車を開発すればK-1 戦車のように足元を見られるからね。もっともこの評判は61式戦車が戦争処女のまま退役できたから言えることだね。
万が一ソ連軍戦車相手に実戦をしていたら相当ボロクソに叩かれたと思うよ。さて今回はここまで。今回は作者曰く検測機に関する知識がろくにないし、体調不良で文章おかしくなるしで、原稿を書くのに苦労したらしいよ。だけどグランプリ出版の本を購入したから、次からはもう少しマシな解説ができると思うよ。そういえば、作者が古本市場をろくに調べず、本題に1万円以上使った件の追及がまだなんだが。さすがにそれは許してやれ。次回は久々に軍艦を解説する予定だよ。いいね。高評価、マイリスト、チャンネル登録してくれると嬉しいな。それじゃまたね。